あからさまに具現化の名前言ってもらってもいいですか。あからさまに具現化じゃあ鈴木鈴木まさるさん、鈴木まさるさん、鈴木まさるさんはめちゃめちゃ語源化だと思いますね。やっぱその中二的なその頭の中で作り出すみたいなことに特化してるものですからね。武器とか戦闘用のやつとかをまあまあ具現化してほしいし、まあ、その結果がね助走してるらしいですけどちょっとまあそういう形で暴走することもあるのかなと、うん、お願いいたします。お願いいたします。はい、さあどうなる。まあそれはウキウキで何回もこういうことやってその度結果出なくて泣いてそうなランキング1位だが息吹いてそうですけど。おおおなんだ、え、なになになに、おおうわ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 どういうことだうわどういうことだえ、これはなんか出た、なんか出た。具現化の能力は水の中に不純物が出るという不純なの出たぞ今マジで不純物これでも買ってくらい不純なの。さすがにあのこれ歌子お姉さんには許可取ってるんで大丈夫ですあれマサルさんが来た。 おやもしもし、もし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 、マサルさん、はい、おめでとう。いやいや、おめでとうございます。おめでとう。 ありがとうございます。なんか変なの浮いてませんでした。なんかあれ、これは君の心の弱さが見せた恐れがなした幻覚。恐れがね、君の本能的な恐怖が、はい、いや恐れてはないです。あの尊敬すべき先輩。変なの浮いてませんでした。なんか変なのじゃない、言葉のあやですね。おさるさんはご自分ではどれっぽいって思ってましたか。さっきツイッターで理想の妹ルコちゃんを具現化するために自分が女装をして修行するマサルって言われてて、それ溶け溶け悲しい女装マシーンじゃあマサルが仮に強力な能力手に入れたとして、なんかかけたいものってある。身長が1ミリずつ縮む。身長が1ミリずつ。お前、やばいぞ。お前もうザストックねえぞ、あんま。お前もうザストックないよ。死ぬぞお前。チリみたいにやってしまう。あっ死ぬわよ。まあ、ストック180あるんで大丈夫です。あれ違います、これね。マサル神数が。壁読みしてます、これは。すごい不純物が浮いてきましたね。そうですね。不純な物が。不がね、本当に僕たちの違いそう思っている字なのかちょっと怪しいんですけど。そうですね。はい。じゃあ特質の話を続けていきましょうかね。はいはい、うん、